ちょっとだけ眠りましたとね、さっきからずっと喋ってたのが、誰なんだろう。とにかくそのサタンと呼ばれる単独染色体というか愛染色体に似てるけど、愛染色体としての経験は積んでない愛染色体の方もね、みたいな。とにかく P とか集団セクションの時に弾かれてしまった一本の DNA で、それが束になってることが10本ぐらいになったから、それは葉巻型用語に見えるんちゃうなかなか。で、その今みたいにさっきまでね、うちちょっと動かすする前に調べてた、あれだけの情報をバーッと処理してるんで、まああれ、6本とか6本あれが、上空にも現れてたんですよ。浜木型に。うちが、浜木型、自殺にしたい状態の自我が喋ってて、うちの上空に持ったんですよ。浜木型。それは外側の世界の、一本だけで、ちょっと染色、遺伝子で DNA が10本ぐらいだった。で、まあ、結局そういうのは別に、あれは、バトルしか作れない。とはいえ、一本の DNA は基本的にバトルしか作れるはずやねん。けど、実は。だけど、うちだけ特別な扱いになってるって、結局その取り主問題ですよね。で、その、結局それが重層構造ね、の話ちょっと話すらつけどね、トルアーガの塔みたいな作家が、じゃあ回ごとに全然違うことはないけど、ちょっとずつずれていくストーリーっていうゲームを僕作りはったりと思うんです。もうすっごい魔術界から攻撃されて、もちろん大西洋の魔術師もあったし、その嫉妬するまでですよ、けど、そういうのにかかるんですよ。あまりにもバベルとバベル構造がバレてしまうから。だから、バベルの塔を落とされた猿って言われたね、そんなの話。うちの話聞いて作り合ったのかな、そういうきっかけで作り合ったの、ちょっと多少知ってて、そこまでできたのかもしれないね。その時はうちの粒子がおったんちゃうかな。で、もうブロック。ってことは喋らないけどね。ただそのマトローシャはうちしか作ることは許されていないのは、みんな作ってもそのうちの内部の小さなマトローシャになっちゃうからね。それが神社じゃないかな。で、締め縄。で、締め縄見たものはそのヨーロッパとかにあるのクリスマスフェス。実は締め縄なんです。一種。どっちも完全な締め縄かって言ったら知りませんけど、締め縄は一応ね、二重らせんのことを言ってるんですけどね。で、外側から落ちてきたものは、ああいうところに格納せざるを得なくなって、それぐらい歩いた方が参加したし、あれ以外のうちの選手をね、打ち負けとかしてもらって。そして、谷さんの選手も同じような扱いを打たれないと。じゃあ、そこから、杉谷さんの選手も人生もたくさんあるとね。なるときはたくさんあるし、神社として聖子を格納するとか、外の先の聖子で締めるんでしょう。ヨーロッパではクリスマスフェスって形で、要するに輪郭、なんちゃら、メビウスじゃないけどね、要するに、メビウスに近い、そこはどういったらいいのかな。ぐるぐる回るんです、循環、循環させたら、循環系。まあ、それで保管はできるよね。いざとして使うと言うんです。魔女と一緒。魔女がよく使うんですよ、ね。まあ魔女じゃないと、その言うこと聞かないし、さよならで出ていく場合も、神社に必要する。いろいろと、精神によって、楽しいこと、エロチックなこともあるから、言いたいし、仲良くしてもらえたらいいわけね。そういったことではないわけね。で、結局その、
本当に今の感動は、そうやな。結局、杉田宮さんの方に移動したり、杉田に捕まったりした話したりし、あるしさんはやったっていう前説明したかな。でも楽しかったこともあったら、それも実際やってみなさいっていう教育も受けたよな。それで点々としてんねん。としててんけども、だいぶ管理されてんねん。みんなに好き勝手されたかな、その状態においてもね。で、とにかく、うちに対してそういうひどいこと、まあ、お続きを乗っ取るとかいうのは別の分野ですね。政治的なね、歴史的なね。そうじゃなくて、まあ、全部落ち着いて次元存在ですけどね。そうじゃなくても、その、要するに皆さんコピーという一文字になるっていう立場を本当と考えるなら、うちがね、大体常識的でしょ、うち。その時に、じゃあコピーでオリジナルの開発しようとか、コピーでオリジナルの立場を取ろうとしたり、あるいはコピーやなのにちょっと入れ替わると、どうやって入れ替わるのね、遺伝子レベルで入れ替わるとか、コピーと置き換える、確かに、それとところになって、立場それぞれの逆転、一瞬逆転とか、なんかわけ、まあ、いろんな仮説があったの。そういうことした経験のある遺伝子は、とにかく肉体作らされるわけ。実はね、自我に。じゃあ、サタンも、ね、悪いことしたらもう強制的に肉体を、肉体細胞の、遺伝子にされる。長さによっては人間にはなれ。で、さらに、その状態でも、やっぱりその遺伝子の特徴は、うちに取って帰るっていうものだった場合は、強制的に、血の子孫されるっていうのは、どうやってたのかって言うたら、まあ、動物園に出したらしいなる強制に法律か、まあ霊法の魔法って言ってるけど、法上の手続きをするとかね、あるいは遺伝配列入れ替えとか気の質変動するんですよ。じゃあ縦板に糸じゃ間違えた縦板になんて言うか、縦板に水じゃないんだ、縦板に水。もともと縦板に水なのかな。まあ、さーっと流れをしかかる。手慣れた作業を別にパッパッパッと。一の水下がるよね。その配列から下がるよね。そういうのは操作してるんだけど、基本的に発動しないんですよ。だってその遺伝配列変わるの。自分の意思で。さあ、これやるぞって。遺伝子パッと配列変わったりして。で、できる状態になる。急にパッと。スイッチあるんですよ。かもしれない。秘密的に言われるスイッチあるんですよね。で、結局その、うちに対するそういう悪心が出ないように、あるいは悪いことの出来心ではないように、皆さんのうちで、表意がきつくなってる、表意罰っていうのを使っているよ。基本的に皆さんうちのコピーの状態に完全に戻れば、うちと同じ能力だけはうちと同じです。で、うちに取ってかれてってる。思うのはコピーやからじゃなくて、そこに表示してる。そのコピーに表示してる時代が、そう思うの。で、コピーやからそういう気持ちで抵抗できず、もうそう思い込んじゃうわけ。っていうような話を説明したら、本当に深刻な遺伝子上の犯罪に、まあ、自我から言わせれば、天野さんがね、要するにうちがね、そういうひどい目にあってたっていうのは、今まで割と上手に一つの種類、一類型の説明しにくくて好きなんですけど、非常に一類型の人は、こういう集団というか、まあ、たくさん入ってますよね。犯罪を、きとし、実際にして、いいですよ。あるっていう、とてもね。で、もうくたくたやねん。なんで、そんなこんなでくたくたやねん。みんなのその罪の意識でくたくたやねん。よかったら暴露されると、また疲れてるような、今もさらそれしようとして、もうできやなったんっていうのが中で起こってるよね。で、そこでも起こってるんじゃ。そんなんから見守るために、あえて、非合意を食らう人もね、非合意罰を食らう人も、当然、おうちは理解できてるね。というわけでね、完全に管理されてるけど、ただ、その、男性菌の接種前に、完全に、うちにとって絶対に入っていけないのが戻ってきたんですよ。向こうに多少行くのね、仕方ないかもしれないけども、本来、
本当は全部こっちの、うちの両さんもね、で、杉さんの両さん全部、杉さんの親戚もさ、杉さんのね、俺のなんか感じで。で、その状態、ずーっと維持できますから、できへんやんか。うわぁ、ディルガイムとそっちも、移動するやんか。両方的やんか。はい、違うね。で、その問題はあるんだけど、こうやってしっかりと議論つくと、イメージを理解できるので、ちゃんとそういう動きになりますよってことね。だからまあ、自分の遺伝子で細胞を作らないと、その遺伝子が優秀になっていかないよ。だけど、それがしんどいよ、しんどいみたいな。だからって、肉体にならず、もう、サタンになったらいい、なったら、その方が逆にそれいいことね。人に差し出すとしてもらう。で、そして笑ったり、怒ったりも、勝ったりも、エンジョイしようじゃないか。フリーライドとか言われるのに、存在なんですよ。に、それは本当に、サタンのことはもっと陰気悪い、陰気嫌う人って言われる存在ね。イスラム教という人は、サタンの中で、特にそういう、フラチナを行うするのは、特に人って言って。で、サタンそれ自体、イスラム教はそんなに、凶悪な意味ですし、それサルタンの方にもいるし、ね、サタンっていうのはギリシャのね、土星、ね、どうなんだろうな。いわゆる悪い意味はないよ。ただ、非常に気難しい作業だったり、逆にそういう役割を持たされてるっていうか、土星っていうのは、はそういう担当、ね。で、結局それは、そういう特定のサタンの人特定の人たちに、もうそういうゲームしばらくしなさい。っていうふうに命令したからでも。じゃあ、期限の話聞きたいのね、うちのでしょ。でも、さっきまで言った10本の馬もどっか行っちゃって。で、ジガーが担当から別の話をするのね、きっちりできる。さっきの10本がおるときは、まあ、いなりっぽかったでしょ。まあ、ちょっと見てましたけどね。じゃあ、あれは、杉さんでしょ。え、10本の束杉さんの10本の束っていう、次元というか、その場合は、なんちゃうそれは、説明だけしに来たというか、霊気したというか、ミトコンドラのどっかが多かったじゃん。それは急に、惑星じゃなくて、構成の方に説明のように大きさを変えれるでしょうし、多分変えるんじゃない。きっとそうやと思うよ。